はい、こんばんは、こんにちは、大輝です。今回の動画はですね、 Amazon で買い物をするのであれば絶対に使うべきアプリ2つをご紹介しますね。1つ目は Amazon のレビューにやらせ桜がないかチェックするアプリです。はい、そして2つ目のアプリはですね、 Amazon で買い物をする際にこのアプリを見ながら買うと安く買うことができるアプリとなっております。そんなことできるアプリがあるのってね、思うじゃないですか。これね、めちゃくちゃ便利ですからね。実際僕もですね、今使っているこのカメラなんですけれども、2つ目にね紹介するアプリを使うことでなんと7万円も安く購入することができております。もちろんね、ちょっと本体が高いからっていうのもあるんですけれどもね、2つともね Amazon でよく買い物をする人にとっては必須のアプリとなっておりますので、ぜひ最後までご覧になってください。それでは早速行ってみましょう。はい、ということで、皆さんの周りにもいませんか？ Amazon で評価がすごく良かったから買ってみたけれども、実際にはゴミみたいな商品が届いたわなんてね言ってる人本当に多いですよね。少し前までですね、やらせレビューってたどたどしい日本語が多かったので分かりやすかったんですけれども、最近はですね、日本人が書くやらせレビューも多くなってきたので本当に分かりにくくなりましたよね。はい、ということで、この商品レビューがやらせかどうか一発で判定してくれるアプリがあります。はい、その名はですね、さくらチェッカーと言います。はい、そのままのネーミングで覚えやすいですよね。それでは早速見ていってみましょう。ブラウザを立ち上げてさくらチェッカーと検索してみてください。はい、そうするとですね、一番上にさくらチェッカーと出てきますね。こちら入っていきましょう。はい、そうするとですね、こちらがさくらチェッカーなんですね。冒頭でですね、アプリと言いましたけれども、正確にはですね、チェックしてくれるサイトがあるというのが正しいですね。はい、そしてこのさくらチェッカーの使い方なんですけれども、こちらにですね、検索したい商品の URL を貼り付けて検索すると、そういった仕組みになっております。はい、それではですね、何か適当に商品を探してみましょうか。はい、スマホのね、保護フィルム選びってめちゃくちゃ難しくないですか？スマホって長時間使うんで、画面のクオリティを左右しちゃうフィルムってね、絶対当たりを引きたいんですけれども、何買ったらいいか正直わかりませんよね。はい、そしてですね、どれもこれも評価はいいですよね。しかしですね、100とか1000とか300とかの中にここを見てください。もう2万オーバーの評価が出てますね。これが本当なのかどうなのかということですよね。ちょっと中見ていってみましょうか。はい、そうするとですね、あまり聞いたことないようなブランドですね。そして、日本製のガラスが使われているみたいですね。はい、そして衝撃に強いと書いておりますけれども、銃弾で撃たれておりますね。はい、そしてですね、次を見るとですね、これ iPhone、 どんだけでかい iPhone 使ってるんでしょうね。ツッコミどころは満載なんですけれども、評価はね、めちゃくちゃいいですよね。はい、この評価が果たして本物かどうかちょっとテストしてみましょうか。はい、それではですね、こちらがこの商品の URL となっておりますので、こちらをコピーしてですね、はい、そしてさくらチェッカーの方に移動して、はい、ここに貼り付けて、はい、検索ですね。はい、そうすると結果出ましたね。はい、危険と書いております。しかしこれだけではどこが危険なのかよくわかりませんね。ちょっと下を見ていってみましょう。はい、そうするとですね、桜度は 99% と書いてますね。はい、そしてその根拠がここに書いております。評価のポイントは6つですね。ちょっとクリックして詳細に入っていってみましょう。はい、そうするとですね、まずは価格、製品ですね。ここではしょっちゅうやらせをしているメーカーの商品なのかどうなのかとか、商品の公式サイトがあるのかないのかとか、あとはマーケットプレイスかどうなのかっていうのをチェックしてくれております。はい、次にショップ情報、地域ですね。中国の商品っていうのはほとんどが桜を使っているんですね。特に深圳の商品っていうのは過激なのが多いので、ここでね、ショップの地域をチェックしてくれています。はい、そして次にショップの評価ですね。ここはね、何も書かれていないことが多いですね。はい、そして、次は評価の分布と履歴ですね。平均よりもあまりにも多い件数の評価がついていないかとかね、ここでチェックしてくれていますね。はい、今回のね、商品も 95% で危険と出ておりますね。
あとね、星5と星1に評価が偏っている商品っていうのもやらせの特徴ですね。この星5の部分がやらせで、この星1はですね、評価に騙されて買った人の本当のレビューということですね。はい、そして次に評価、口コミ日付ですね。はい、やらせをやると評価の感覚に偏りが出るんですね。普通ね、評価っていうのはまんべんなく分布するものなんですけれども、あるね、一定の期間でやたらレビュー回数が多い場合はですね、この山の部分がやらせに資金投入したタイミングということですよね。はい、そして評価本文、評価者ですね。これは怪しい日本語の評価がどれぐらいあるのかとか、あとは日本の商品なのに中国からのレビューばかりだとかね、そういったようなものをチェックしてくれているわけなんですよ。はい、そして少し上を見るとですね、同じジャンルの商品の中でも桜の多い商品と桜の少ない商品を分別してくれてますね。これちょっと便利ですよね。はい、そしてですね、なぜ僕がこのフィルムを今回ね、桜チェッカーにかけたのかというとですね、実は僕この商品を買ったことあるんですね。そうするとですね、中にメッセージカードが入ってまして、そこにはこういう風に書かれてました。星5のレビューを書いて、そしてそのスクリーンショットをメールで返してくれると、 Amazon ポイント1000ポイントをお礼として返しますと、こういう風に書かれていたんですね。これはアウトですよね。やらせレビューになっちゃいます。はい、ということで桜チェッカーは見事見抜いてくれましたね。はい、こういったやらせレビューなんですけれども、なぜ最近日本人が増えてきているのかというとですね、メーカーやブローカーの依頼を受けて書き手を募る闇ブローカーっていうものがですね、 SNS 上で放置になっているからなんですね。 Facebook や Twitter で検索するとゴロゴロ出てきます。ちょっと見ていってみましょうか。はい、それではですね、 Twitter でレビューアー募集と検索するとですね、早速いっぱい出てきますね。いろんなサイトのレビューアーを募集してるみたいですね。あ、この人ね、 LINE の QR コードとかね、載せちゃってますね。はい、その他の人も見てみましょうか。はい、興味のある方は DM 私をお願いします。私をお願いします。うん、詐欺師は出て行ってください。どちらが詐欺師なんでしょうかという問題ありますけれどもね。はい、こういったものを見るとですね、星のみじゃダメですよと、文字でレビューすると500円、写真をつけると1000円って書いてますね。はい、まあいろいろありますね。はい、そしてですね、この人も LINE の URL 載せちゃってますね。はい、ちょっとね、この LINE 連絡取ってみましょうか。Amazon レビューに応募したいですと、Amazon レビューに応募したいですとメッセージを送るとすぐ既読がついてですね、今はロッテだけと返事が来ました。ロッテって何のことを言ってるかよく分かんなかったんですよね。ロッテって日本のメーカーのロッテですかと聞くとですね、まあ既読はついたんですけれども、そこから返事は返ってきませんでした。いや残念。ですのでね、もう一人 LINE のアカウントを公開しておりましたので、そちらに連絡を取ってみました。はじめまして、 Amazon のレビューに応募したいです、何か仕事はありますかと、入れますとですね、定型文の返事が来ましたね。そしてですね、はじめまして、今のところないですね、また入り次第こちらのチャットで連絡しますねと、来てですね、その翌日ですね、お久しぶりです、楽天市場の案件が入ってきたのでご案内します。報酬、商品の無償提供、業務内容、商品レビュー、出品者評価と書いてますね。どのような商品か非常に興味があります。商品の無償提供とのことですが、一度こちらが買ってレビュー後に払い戻しがあるという理解でよろしいでしょうかと聞いてみました。はい、そうするとですね、ありがとうございます、はい、おっしゃる通り一度立て替えていただく必要がございますと返ってきましたね。了解いたしました、商品の詳細が分かれば教えてください。そうするとですね、写真が送られてきました。これ何でしょうね、グランズレメディって書いてますね。これちょっとね、調べてみるとですね、確かに楽天市場で売ってますね。匂いの消臭関係でしょうかね。了解しました、初めてなんですがどのようにすればよいですかと聞いてみました。はい、そうするとですね、写真が送られてきました。ちょっと見えにくくて申し訳ないんですけれども、ここにですね、グランズレメディメンズと書いてますね。
ここに赤線引っ張ってますので、これを検索してみました。そしてメッセージもね、赤線キーワードで検索をかけていただきますと商品が1件ヒットしますので、そちらの商品を購入していただきたいですと、来てますね。はい、これのことですね。どんなお店が売ってるんでしょうか。メンズプラスさんですか。評価は2件で0ですね。スタートアップ的な感じですかね。了解しました。購入してレビューを書けばいいんですね。それは商品に対するレビューですか、出品者に対するレビューですか。これ初めにね説明されていたんですけれども、ちょっとね、これ何日か経っていたので忘れちゃって聞いちゃいました。そうすると、どちらもお願いしたいですと返ってきたので、了解しました。その後の返金はどのように返金処理されるのでしょうか、ギフトカードなどでしょうかと聞いてみました。あとですね、レビューを書いてくれとは書いてましたけれども、星5を書けとは強要されてないんですよね。そのままねレビューを書いてくれだったら、これは悪いことじゃないような気もするんですよ。ですから、ちょっと確認するためにもですね、あとレビューの内容、評価は思った感想をそのまま書いても良いでしょうか、星の制限や定型文は必要ですかと聞いてみたんですね。はい、そうするとですね、返金方法は PayPay でお願いします、レビューの詳細についてはどちらも星5で、内容はお任せしますと返ってきましたね。はい、ここでねやらせが確定しましたので、すかさず聞いてみました。了解しました。もし商品が粗悪品だった場合、星5の評価をつけるとやらせレビューになりませんかと聞いてみたんですけれども、まあこれはねもちろん既読はつくんですけれども、返事は返ってきませんでした。はい、ということで、皆さんはね、日本人が書くやらせコメントは判別がつきませんので、 Amazon で買い物をするときはぜひこのサクロチェッカー使ってみてくださいね。はい、ということで、次のおすすめアプリの紹介に移りたいと思います。はい、冒頭でもお話ししたようにですね、このアプリを見ながら買うと安く買うことができるアプリとなっております。はい、僕もですねこれでメインカメラを7万円も安く買うことができたと言いました。はい、そのアプリの名はですね、キーパと言います。はい、具体的にはですね、どうやって安く買うのかというとですね、まあ、直接割引が入るとか、そういったようなアプリではないんですね。価格変動の履歴を見ることができるアプリなんですよ。どういうことってね思った方もいると思うんですけれども、 Amazon の商品って日に日に値段が変わっているんですよ。というかですね、かなり乱高下するんですね。ちょっとね僕のメインカメラを例に見ていってみましょうか。はい、そうするとですね、これが今使っているカメラなんですけれども、値段がですね49万3000円と出てますよね。はい、このカメラのことを知らない人が、これを見るとですね、この49万3000円って、このカメラに対して高いのか安いのかわからないじゃないですか。はい、このページをね下の方にこう見ていっても、どこにもそんな情報は出てこないですよね。はい、それではですね、キーパーをインストールしたページで見てみましょう。それではね、このページを下に少し下がりますとですね、はい、ここにこういうものが現れるんですね。はい、そして今がここなんですね。49万3000円、これだいぶ低いですよね。つまりこの49万3000円っていうのは今お買い得ということなんですよ。この商品の相場は実は55万円ぐらいなんですね。はい、この中間見てみてください。だいたいね、ずーっと55万円前後で売られている商品なんですよ。はい、そしてこの日なんて見てみてください。60万って書かれてますよね。はい、この日は60万で売られていたのに、1日後にはなんと56万まで下がっちゃうんですよね。随分と値段の差がありますよね。はい、そしてある程度落ち着くかなと思えばですね、ドーンと下がって、はい、この日なんて47万9千円にまで下がったわけなんですね。つまりここが一番お買い得な日だったということなんですよ。はい、そして翌日にはまた53万9千円まで上がって、はい、またドーンと下がって49万9千円。どうですかね。結構値段の差って激しいでしょう。ですから今このタイミングで買うべきかどうなのかっていうのをチェックすることができるといったアプリなんですね。はい、そしてですね、僕はこのアプリを使ってずっとこのねカメラをチェックしていたので、僕はですね48万円で買うことができました。だいたいねこれぐらいの値段で買えたということなんですよ。まあ人によっては、ここで買っちゃう人もいると考えるとですね、その差はもうものすごいことになってますよね。そうなんですよね、この Amazon の値段の乱高下って
結構激しいんですよね。そして高額な商品であればあるほど値段は随分と違うので注意する必要があります。その他の商品も見ていってみましょうか。まあ、安いものはあんまり変わらないんですけどもね、高いものであれば例えばね、洗濯機とかどうですかね。はい、それではね、このドラム式洗濯機なんて見ていってみましょうか。はい、15万2000円の商品ですけれども、ものすごい乱高下ですね。今ここなので15万1000円か。そして、少し前までは16万8000円、そしてこの日はですね13万まで下がってますよね。はい、そして、16万が来て17万ですよね。一番高い時では18万8000円で売られていたというわけなんですよ。ですから、まあ、そう考えると、まあ、今のこの15万はお買い得だと言えるんですね。どうですか皆さん、このアプリ結構すごいでしょう。ただですね、今すぐ買いたいものがあるときには、このアプリは使えないということなんですが、まあ高いね、買い物なので、安くなったときに買おうっていうね、そういった急がないものであれば、絶対このアプリを使った方がいいんですね。はい、それではですね、このアプリのインストールの仕方をご紹介します。はい、それではですね、ブラウザは Chrome を使う必要があります。はい、それではですね、この検索欄にですね、Google 拡張と入力してみてください。はい、そうするとですね、Chrome Web Store というものが現れます。あ、本来であれば Chrome Web Store と検索した方が良かったかもしれませんね。ちょっと僕自分の癖で、Google 拡張って、入力してしまいましたが、本来はこちらですね。はい、中入っていきましょう。はい、そうするとですね、ここで検索してください。ここにキーパーと入れます。K-E-E-P-A です。K-E-E-P-A です。はい、それではエンターを押すとですね、はい、ここにキーパーが現れます。はい、こちらクリックしてください。はい、そうするとですね、僕はもうすでにインストールしています。ここに見えますよね。はい、すでにインストールしているので、Google から削除しますかというふうなボタンになっていますが、まだね、キーパーをインストールしてない方はですね、ここのボタンがですね、Chrome にインストールするというボタンになっているはずですので、このボタンからインストールすると、もうそれだけで終了です。インストールした後に Amazon を開くと、先ほどの価格表っていうのが自動で現れます。はい、いかがだったでしょうか。皆さんね、Amazon で買い物をする際には、今日ご紹介したこの2つのアプリ、ぜひ使ってくださいね。はい、ということで、この動画はですね、必ず1週間に1本、週末に動画をアップする番組となっております。もしよかったら、来週の動画もね、見てあげてくださいね。はい、ということで、今回の動画はここまでとなっております。また来週の動画でお会いしましょう。バイバーイ。